こんにちは、中翔です。青の原オートキャンプ場での一泊二日キャンプ後編になります。前編まだの方、右上のボタンから前編を見てから後編を見ていただけると嬉しいです。前編では大失敗の連続、タープを張ろうとしたら大失敗、そうめん使った料理を作ろうとしてたのにそうめん買い忘れ、椅子が自重で崩壊、大失敗続きのキャンプですが、後編も大失敗というよりは今も後遺症が続く大後悔があります。まずは晩ご飯の紹介をしていきます。豚ひき肉に醤油、そしてマキシマムを入れてこねていきます。最初はこの あと生姜とニンニクも入れてます。最初はこのお玉を使ってこねていたんですが、こねるのにはもちろん不向きなのにお玉ひん曲がってしまった。味の素も投入、混ぜにくいだけじゃなく曲がってしまって壊れそうだったので結局手ごねにしました。手でこねると豚の油が溶けてしまうというのがレシピにあったので、最初はお玉でやってました。ニラとキャベツみじん切りにして投入する形なんですが、もう最初からみじん切りになっているものが売ってました。本当に便利。混ぜ合わせてこねていきます。肉だね完成。今回のメニューは餃子なんですが、通常の餃子ではなく手羽餃子。九州ではよく居酒屋さんとかにあるメニューなんですが、私の大好物の一つです。ただ居酒屋さんで食べるのは美味しくてとても良かったんですが、自分で作ると結構めんどくさい。この手羽先、骨が太いものと細いもの2本入ってるんですが、これを抜くのが結構大変でした。手でいけるかなと思ったんですが手じゃ無理でしたね。ハサミで筋を切りながら引き抜いていく感じになります。冒頭に言った大きな後悔というのが、今回のキャンプ寝るまでは良かったんですが、起きたら猛烈に全身が痒い。結論から言うと蚊に刺されたということなんですが、まあ、それだけかよって思うかもしれないんですけど、尋常じゃない量の刺され方したんですね。私体質的に刺されにくいのか、あんまりこれまでのキャンプで蚊に刺された経験はありません。あんまりインナーを使ってキャンプするっていうことそんなにやってないんですね。対策してないにもかかわらずこれまではあんまり刺されてこなかった。ですが今回足だけで30箇所オーバー、全身合わせると優に50箇所を超える箇所を刺されました。日常生活に支障が出るレベル。キャンプ先週の月曜日に行って、先週っていうか今週か、日月で行って、今日土曜日なので5日ほどすでに経ってるんですが、まだまだ痒い。
無比を塗りながら生活をしてます。全然効かない。あとでちょっと汚いですが写真も出すんですけど、真っ赤になってます。なんでこんなに今回刺されたのかは分かりませんが、刺されにくい体質ということもあって、インナー使わなかったの大後悔。ただ寝るまで蚊の気配全くなかったんですよ。今回は特に対策しなくていいかなと思って、蚊取り線香すら焚かず眠ってしまいました。そしたら夜中に痒くて起きたんですね。で、あ、やばい蚊がいるなと思って、その程度の認識だったんですが、とりあえず蚊取り線香だけ火をつけてまた眠りにつきました。そして朝起きてみたら大惨事、真っ赤っか。ちょっともうこれからはちゃんとインナーつけて寝るのを夏の間はちゃんとやらないと、ここまで痒いとは思わなかったですね。昔からよくある緑色のあの蚊取り線香使ってるんですが、コメント欄等でパワー森林香、そしてモンスーン、この2つが最近いいよって聞いたので、明日キャンプ予定なんですが、それに向けてちょっと買い出し行ってこようと思います。そんな話をしてる間に中身の骨抜きが終わり、骨がなくなって空いたスペースができました。ここに肉ダネを入れていきます。手羽先の骨を抜いて肉ダネを入れるだけですぐできるから簡単だよなって思って、今回このメニューを選んだんですが、意外と面倒くさかった。ただその面倒くさいを超えた先にある最強のおつまみ、それが手羽餃子。手羽餃子が肉ダネが入ってパンパンに膨れ上がっていきます。残った肉ダネは持ち帰って餃子作ろうと思ったんですが、めんどくさかったのでそのままハンバーグ風にして焼いて食べました。それも美味しかった。手羽先自体にもしっかり味をつけて焼いていきます。まんべんなく全体的に焼き色をつけて、最終的には蒸し焼きにしていきます。プリプリ、具が入って美味しそう。お腹空いてきた。焼いてるうちに肉ダネが出てきてしまうので、肉ダネが入ってる面も焼いておきます。これ一回居酒屋さんとかで見かけたら食べてみてほしい。本当に美味しい。九州の九州の餃子といったら福岡の鉄板餃子が有名だとは思うんですが、鉄板餃子だっけ、あの丸い鉄板の鍋に敷き詰められたミニ餃子、一口餃子みたいなのが有名なんですが、手羽餃子も割とよく九州では見かけます。本当にお酒に合う。
そもそも手羽先私大好きなので、大好きと大好きが合わさったらフラうまいに決まってる。あ、このセリフは蒸し焼きするのにちょうどいいのないかなと思っていろいろやってるんですが、これじゃあ蒸せてるのか蒸せてないのかわからない。結局アルミホイルをかぶせることにしました。アルミホイル何気に便利ですよね。煮込むときに落とし蓋にしたり、あとでこの手羽餃子食べるときも取っ手に巻いて食べやすくしたり、意外とキャンプの必需品だったりします。しばらく置いてひっくり返してまた反対側も焼いていきます。もうね、これ本当に美味しいからぜひやってほしいです。自分でやるのはちょっと面倒くさかったので、面倒くさいこと大丈夫な人はぜひ自分で作ってください。面倒くさいのちょっと苦手な人、居酒屋さん置いてると思うので一回食べてみてほしいです。たまに鶏皮餃子みたいな形で鶏皮に包まれた餃子はスーパーとかの冷凍食品とかで売ってるのを見かけることがあります。でもやっぱり手羽餃子がいいんですよ。ちゃんと手羽先のお肉も丸々残ってるからダブルで美味しい。これほんとうまい、最高ですね。誰が手羽先の中に餃子入れようって考えたんだろう。天才だな。そういうなんか発想すごいですよね。私もオリジナル料理みたいなの作れるようになりたいな。ビール行きましょう。最強です。青野原オートキャンプ場の一番奥のエリアに張ってるんですが、夜はもう完全に人がいなくてとっても静かに過ごすことができました。何回か私迷惑キャンパーとの戦いを動画にしてるんですが、ここ最近は静かに眠ることができています。ただシーズン的にそろそろぶち当たりそうな気もする。余計なフラグは立てないようにしないと。明日のキャンプ場まだ決めてないんですよね。昨日神々さんが言ってた、動画で出してたサイコのアンノーンキャンプ場もなんか良さそうだったので、そこも候補に入れてます。だいぶ暑い時期になってきたので涼しい場所でキャンプをしたい。山椒買ってきたつもりが間違えた。山椒をつけて食べると美味しいんですが、間違えて違うの買ってきてるのに食べるときに気づきました。なんだっけこれ、花ファオジャオみたいなやつ。でも間違ったけど
美味しかったですね。これはこれで癖のあるスパイス、相性は悪くなかった。カメラはぼやけてるけど味はぼやけてない。すごい美味しかった。これをひたすら黙々と食べながらビールを飲んでいきます。私の大好物、子持ちのししゃも。2本ぐらい手羽餃子を残して、食べてるうちに手羽餃子も冷えてくるので、ししゃもと手羽餃子炙りながら第2ラウンド突入です。子持ちししゃもも本当にビールに合います。今回は完全に晩酌用のメニュー、飲み物もビールから焼酎に切り替わってます。お酒を飲んでると蚊に刺されやすくなるって聞いたことあります。ただ別にいつもお酒を飲んでるわけだから、普段刺されなくて今回めちゃくちゃ刺された理由にはならない。なんで今回全身刺されまくったんだろう。この録音取りながら、それ痒くて痒くて仕方ない。ということで美味しいもの食べて眠りにつきます。朝です。起きてびっくり。天気的にはだいぶ崩れてきて雨となっていたんですが、それどころじゃない。この子じゃちょっと効き目が足りなかった。ちょっと分かりにくいかな。いろんなところ刺されてました。雨が降るから皆さん早めに撤収されていて、もうこの日ガラガラです。で、翌日お休みだったので、新たなお客さんも入ってこず、次の日もゆっくり静かに過ごせました。朝ごはん作っていきましょう。最近登場率高めのジブリっぽいやつ、美味しそうなウインナー見つけたんで、今回はウインナーと卵焼きにすることにしました。結構スーパーで買い出しするとき、ソロだと余らせてしまうことあるんですが、この2本で売ってるの本当ありがたい。ちょうどいい量。あ、卵焼きじゃなくて目玉焼きだ。卵焼き器そういえば買ったけど登場1回だけだな。また卵焼きもリベンジしないと。目玉焼き大好きなんですよね。朝と言ったらこれです。松屋とかそういったところで朝定食べるときも目玉焼きは絶対外せない。
もう一層最高。ここに今回登場しまくってるマキシマムをたっぷり醤油もかけて、そして緑を足していきましょう。そして今回ジャンキーにこのネギの上にたっぷりマヨネーズ、美味しそう。戦闘飯盒を使った炊飯は失敗知らず、沸かしたお湯の残りスープに使っていきます。朝はやっぱり朝コーラ、最強の朝ごはんセット完了です。完了ですって、完成です。YouTube 的にはこの割った瞬間半熟の卵がデローンって出てくるのが美味しそうに見えるんですが、固めの卵私結構大好きです。今回は固めに、朝やっぱり私ご飯派なんですよね。ホットサンドメーカー買ったけど出番が少ない。次回は焼き魚とか食べたいな。朝ご飯は米に合うを前提に献立を考えちゃう。ほんとこの水蒸気炊飯にしてから失敗知らずで、より一層米が美味しくて、それで思い出した、米使い切ったんだった。ナレーション取り終わったらお米買いに行かないと。キャンプ場でのんびり食べる最高の朝定食。ただね、それでも足はかゆいんです。この時は足だけかゆかったんですが、結局全身刺されてましたね。ということで、朝ごはんを食べ終わったら撤収です。失敗寄りのキャンプにはなりましたが、この時思ってるのは、ああ楽しかったです。懲りないからね。かぶせてた帽子も撤去。次回は広めのとこ行ってタープ再挑戦もありかな。次のキャンプ雨の予定はないですが、夏に日差し避けるためのタープは必需品。ちゃんと晴れるようになっとかないと。雨撤収なのでちょっと雑に。
ゴミ袋に入れて簡易撤収です。ガラガラのキャンプ場、対岸の方はパリピたちが悪天候の中集まってました。キロに着きます。この帰る時が一番辛いんですよね。もうキャンプ終わったっていう気持ちと、帰ったら仕事だっていうダブルパンチ。ガラガラの場内を走っていきます。次のキャンプどこに行くかって天気予報でチェックしてるんですが、道志村方面は相当暑くなりそう。富士山周りだったらどうにかギリギリ過ごせそう。ただ避暑地って考えると、行ってみたいのがいつもよりちょっと時間はかかりますが長野方面。標高が高いところで涼しくキャンプっていうのもありですね。どうしようかな。このナレーション撮り終わったら次のキャンプ地選びやっていこうと思います。そうだそうだ、パワー森林効果モンスーン売ってる方買っていくのと、お米を忘れないようにしないと。あと最近食べてないステーキも食べたいな。いいお肉あったら買ってこよう。経費は抑えめに、それでいて美味しいものを探しに、私はこの後スーパーに行ってきます。また次のキャンプ地を選んで何と食べるか考える楽しみが。キャンプって本当に最高の趣味です。ただ油断すると危険はいっぱいあります。どうしてもこれからの季節水難事故とかもありますからね。油断は禁物。前半でも言いましたが、自称中級者、こなれてきて油断しまくりで大失敗してしまわないようにもう一度気を引き締め直します。また来週のキャンプ楽しんでこようと思うので、また来週もぜひ見てください。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。今回もご視聴ありがとうございました。中翔でした。